流星の絆は、東野慶吾の推理小説。週刊現代に2006年9月16日号から2007年9月15日号まで連載され、2008年3月5日に講談社より単行本が刊行された。2011年4月15日には、講談社文庫版が出版された。2008年10月期に TBS 系でテレビドラマ化された。幼少時、 両親を残殺されるという過酷な運命を背負った3、兄弟が詐欺を働きながら、時効が迫る14年後に、真犯人を追い詰める復讐劇である。犯人の推理を軸に、復讐、ンゲーム、禁じられた恋などの要素が描かれた作品で、東野本人は、本作品の制作を苦痛に感じず、特にラストは、自分ではなく、登場人物が書かせた、 各種インタビューで語っている。2008年第43回書店シンプル賞受賞。観光当時に発行部数が作者最速のペースで25万部を超えたと報じられ、後に TV ドラマ化の影響でロングセラーとなり、オリコンチャートの推計では売上部数約48万部、総合部門11位、文芸部門で2位となる。2009年現在の発行部数は、 約65万部である。2009年1月20日、2009年本屋大賞の10作品に、東の作品としては、容疑者 X の検診以来2作品目としてノミネート、されで、第9位となる。神奈川県横須賀市にある洋食店、有明を営む有明家の3兄弟、光一、安介聖奈は、夜中に家を抜け出して、流星群を見に出かけている間に、 両親が何者かにより刃物で残殺される。三兄弟は、身寄りがなく養護施設で幼少期を過ごした後に、相次いで詐欺などに襲われ、強く生きるためいつしか彼ら自身も、裕福な男性を詐欺で騙していく。事件から14年経過し時効を迎えようとしていた、時期に、養殖チェーン温蔵士の戸上厚勢をターゲットにした3人は、 彼の父親の正幸が両親が残殺された時間に家から出てきた人物に似ていることに気づく。店の名物の林シライスの味から三人は正幸が両親を殺害しレシピを盗んだ犯人だと確信する。後勢に接近して正幸を落とし入れるための罠を張り、作戦は順調に進むが聖奈が後勢に恋心を寄せてしまう。 2008年10月17日から12月19日まで TBS 系金曜ドラマ枠で放送された。主演は二宮和也。主要人物、戸上や矢崎家警察官事件の被害者その他さん、兄弟がターゲットを騙すエピソードがドラマ仕立てで登場する。主に光一が脚本と演出を担当し、ターゲットが主演、聖奈が相手役、安介が、 知人役という設定。タイトルは何かしらのパロディーとなっており、ウェブサイトも設置されている。以下に、タイトルと、元ネタを略記する。カナダからの手紙、カナダからの手紙、妄想係長、高山久也から匿名係長、ただの人し、ダイヤと嘘と優しいレストランから、ワンダと、ダイヤと優しい奴ら、爽やかオンザラン、ボーイズオンザラン、妄想係長。 高山九夜は二度死ぬから007は二度死ぬ。黒川のハンドバッグから、黒川の手帳、おはぎさんから、おみやさん、横須賀ラブストーリー、東京ラブストーリー、刑事遺族から、刑事貴族、幸福の黄色いポストイットから幸福の黄色いハンカチ。ありがとうございます。